はるちゃんは強い意志ということで、今回なんですけども、まあ、下目浦和戦があるということで、ちょっと緊急でまして動画回してて、まあ、正直ね、もう、岩田結構危機的状況にいます。今回はなんか徹底展望とか、そういうのなしで、もう普通にちょっと話そうかなと思って、まあ、札幌戦のね、完成とか、感想とかで終わりようと思ったんですけど、ちょっと情けなすぎて、ちょっとありえなくて、ね、ちょっと本当に、もう虚しすぎて、ちょっとありえなかったんですけども、まあ、ヴェルディからね、鳥栖、そして札幌と3連敗を喫していますね、今。しかも、トスと札幌でね、まだ無得点ということで、非常に厳しい試合です。本当、まあ、J1 で厳しいんだなって、普通にも改めて思いましたし、やっぱもう、下位3連戦で、もう絶対勝たなければいけない、まあ、試合だったり、3試合全部、すべて負けてしまった。いや、本当に、もうマジで、まあ、悔しいとか悲しいとかじゃなくて、もう情けなくて、本当に、もうなんかね、もう下手すぎる、もうすべてのプレーが、マジで。監督だから採用とかもよくわかんないし、まあね、怪我人でね、ジャミーであったり、川島がいないのもあるんですけど、まあその、ジャミーだったり、川島がいないと何もできない。というのがもう、はっきりと見えてしまって、そうやって、その代役で出てる選手も全然ね、機能しないまま、ダメで、本当にちょっと、まあ残念で仕方がないなというふうに、まあ思いましたね。まあこう、もっともっとね、個人的に、まあ人、一人一人の選手がいていけば、もっともっといろんな課題あると思うんですけど、もうチーム全体的にもひどすぎて、ちょっともう、残念。としか言いようがないなっていうふうには、まあ、僕としては思いました。なんでもう札幌戦の感想動画とかじゃなくて、もう感想にもならないかなっていうふうには思いました。もう感想というか、もうなんていうのかな、感想じゃないんですよね。もうひどすぎてあまりにも。まあもう札幌、鳥栖戦からもそうでしたけど、まあでも仮になるチャンスはあったと思うんです。鳥栖戦はね、あって、まあ2点自体入ってね、なんか VR とかで取り消しされたんですけど、一応そういう部分あったんですけど、札幌戦に関してはもう決定っていうのが一つもなかった、もう全然。まあ古川のドリブルの仕掛けの反動、ぐらいあったんですけど、もうそれ以外も一切もずっと札幌にボールを握られて、もう一切攻撃できない感じで、もう本当に疲れ負けしてる感じがしてね、で本当にね、札幌まで行ったジュビロサポーター、本当にかわいそうで、マジで一生懸命ね、交通費もね、払って、ジュビロのために応援したのにもかかわらず、しかも負けてしまって、最下位相手に、でも順位もね、落として、ね、今15位ぐらいに行くと思うんですけど、まあ、本当にちょっとね、もう危機感を持った方がいいなって、本当にマジで厳しいかなっていうふうには、本当に思います。もうでも明日ね、ちょっとまああのエコパスタジアムであると思うんですけど、まあね、エコパスタジアムの裏技行ったら、ね、前06で負けた試合あったと思うんですので、しっかりと切り替えてね、自分たちのやりたいサッカーを本気でやっていけば、貫いていけばね、勝てる試合では全然あると思うのでね、本当にもう絶対勝ってね、もうそして続いて来週の、湘南戦僕行くんでね、ちょっと、頑張って勝ってほしいなと思います。しかも来週の湘南戦はね、後藤圭介と伊藤洋輝選手が、ね、来る、来場するらしいのでね、非常に楽しみな。試合になってますのでね、ちょっとしっかりとね、その2選手に、ね、成長した姿を見せれるように、ぜひ勝利するしてほしいですね。浦和戦絶対勝ってほしいなというふうには思います。まあ、浦和レッズもね、最近と調子が良くて、強敵なチームなので、まあ、絶対に勝てるという、そういうわけじゃないし、厳しい試合になると思うし、サポーターもね、熱い人たちばっかりなのでね、非常に厳しい試合になると思うんですよね。出る選手、まあ、横地監督選ぶ11人、そしてサブの選手7人、全員が、まあ、本気出して、もう全力で戦ってチームのために、本当にクラブのために、ね、全力で戦って、ね、もう勝利をもぎ取ってほしいと思います。もうどんな形でもいいです。もう泥臭くてもいいんで、もう何が何でも勝って、まずは、ね、得点を決められてないので、ね、得点を決めて、まあ、先制点が非常に重要です。本当に。なんで絶対勝って、ね、ちょっと上場ゲームにまた乗っていってほしいですね。まあ、この3連戦全部負けたっていうのは本当に、もうこれガチで危機感持って、本当に降格にちょっとやばいかな、降格に近づいてきてると思うのでね。ジャメンが、ね、いない形でもね、チームが強くなっていけるように、ね、全力で頑張ってほしいなというふうには思います。なので、その代役としてね、まあ、石田正宗選手だったり、まあ、マテウス・ペイトン選手とかが、まあ、本気で頑張っていくしかないかなというふうには思いました。まあ、あとは、ブルーノ・ジョル選手とかね、まあ、すごい上手い選手ももちろんいますのでね、まあ、全員が全員ダメっていうわけではないのでね、しっかりと、現状を受け入れて、しっかりと次節に向けて頑張ってほしいなというふうには思います。まあ、このまま本当にちょっと広角に、突き進んでしまう、そういうような気がしてきたので、ね、それをしっかりと打開していけるように、ちょっと横越監督のチーム作りには非常に期待ですかね。本当に頑張ってほしいなと思います。それでは、今回の動画少しもしかしたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、まあ、ちょっと、本当に緊急で動画するで、ちょっとあんまり全然なまってないんですけど、まあ、とりあえずちょっと、厳しいよっていうことだけは、もう伝えておきたいですね。本当に、ジュビロ磐田で。本当に、まあ、僕たちサポーターが一番、僕たちサポーターももちろん分かってるし、まあ、選手がね、一番分かってると思うのでね、その厳しい状況をしっかり打開していく、選手、チーム、監督全員が一体となって、まあ、サポーターも一体となって頑張ってほしいなと思います。まあ、明日ね、ちょっと僕、現地には行けないんですけど、まあ、テレビで、まあ、テレビで、ね、NSC でやって、大津勇輝選手がね、大津勇輝がね、解説するので、しっかりとテレビの前で全力で応援するのでね、頑張ってほしいなと思います。そして現地に行く人たちも
全力で選手を後押ししてね、で勝利をもぎ取ってほしいなというふうには思います。ということで絶対勝って上昇気流に乗りましょう。マジで勝ちましょう。絶対勝とう。チーム10秒で勝とう。